はい、皆さんこんにちは。北陸ドルタボーのドクターショーです。今日は、リーのレーシングクリッドシティダウンタウンドルフィンの、8周のレースに参加してきたので、その模様を、公開したいと思います。で、今日は、これまで最近ずっと、いわゆるトロンバイクを使ってたんですけれども、なんかDT スイスのダイカットディスクが、早いということで、それをとりあえず朝一で、買って、であとなんかベンジが最強だっていう話で、ベンジも買って、トータルで200万ドロップぐらい今朝朝一で使ったんですけれども、なんかそのフレームのカラーとかが選べなかったので、ちょっとそれはいまいちだなと思って、結局その愛用といいますか、気に入っているマドーンですね、マドーンに、そのダイカットディスクをつけたという感じの、仕様にしています。で、今日の、参加されている面々なんですけれども、お知り合いの方が結構多くて、例えばケニさん、宗光さんとか山部さんとか、あとは、有富さんですね。あとよく、ストラバの方でもコメントいただいているオムさんとかも参加されてたので、ちょっと皆さんと楽しみながらといいますか、ちょっと競い合いながらいいレースになればいいなというような感じで、望みました。で、このコースですけど、そうですね、全体で2キロぐらいなんですかね、もうちょっとあるのかな。それで、ポイントとしては、これもうちょっとで差し掛かりますが、ちょっとした上りがあります。で、クリッドシティ全体的にはこう平坦っていうイメージですけど、実はここちょっと、この石畳の坂ですね、ここがですね、割と油断してると置いてかれちゃうぐらい皆さん踏んでくんで、今もパワーだいたいどうでしょう、これ6倍7倍出てますけど、6倍7倍踏んでいかないとなかなかしんどいという感じで、ここは何とか踏んでついていく感じになります。で、ここ平坦に入って、で、しばらく平坦に入るんですが、この後ですね、下り基調の、上げ下げがあります。はい、でここなんですけど、下り基調なんでもう我慢して踏んでいくしかないんですけれども、割とパワーが上がった状態ですね、終盤のパワーの上がった状態でのこの上げの部分ですね、これが割と足に効いたりするので、ちょっとこのリズムみたいなのは頭に入れとかないと、なんか踏んでくぞっていう瞬間に負荷がガーッと上がったりとかして、心が折れちゃったりすることがあるので、そこを気をつけるというような感じです。であと残りここの最後のヘアピン付近はもう思いっきり最後は踏んでいくしかないというような感じですね。であと、毎週このゲートごとにアイテムもらえるので、そのアイテムは有効に使っていきたいところなんですけど、今日は一発目は確か、ドラフティングブーストだったかな。はい、ドラフティングブーストで、グリッドシティの場合だと、ドラフティングブーストってもう、なんというか、休憩用ですかね、集団で、なんとなく楽したい、ちょっと休憩したいときに、集団の中に入って、これ使って、もう皆さんに守ってもらうというような感じで使うか、逃げってなかなか作れないと思うんですけど、何人か協調して逃げができた場合に、使うと楽なのかもしれませんが、ただいずれにしても攻撃するというよりは休むためのアイテムという感じですかね。なので今の段階でこれゲットしてどうするかなって考えているところですけど、はい、実際欲しいアイテムとしては、さっきの坂のところを、楽に登るための、フェザーですね、かあと本当に最後終盤戦勝負どころにかかってきた時には、単独で逃げを考えていこうということになると思うので、そのエアロブーストあたりですかね、その辺が重要アイテムとして出てくるので、このドラフティングブーストはいつ使おうかなと思いながら、特に
休憩が必要なわけでもないしなとか、この段階ではですね思ってたので、ちょっとアイテムワークは悩んでたところです。はい。で、レース自体はまあこんな感じで、そんなに大逃げが起こるわけでもなく、なんとなく、はい、こう集団で進んでいる感じで、まあ比較的穏やかって言ってよかったんだと思うんですけども、まあそういう感じのレースでしたね。はい、ちょっとここから、早回しで見ていきたいと思いますが、で、まあ、ここの終盤のアップダウンのところは、最後、最終周回とか特に気をつけて、その負荷が上がるタイミングなんかも頭に入れといて、最後まで踏めるようにちょっと考えながら行ってる感じです。でもうこの辺はもうほとんど全然記憶にない感じで、ただ平坦流してるという感じで、で、そうですね、どうなんでしょう、まあどうしてもこんな感じになってしまいますよね。はい。で、まあお知り合いの皆さんですが、まあおそらくちょっとちらちらとこう逃げをこうトライする方いるだろうなとか、あともう最後のまあ1キロぐらいですかね、もっとかな、500メートルぐらいですかね、とかで勝負される人もいるだろうなとか、まあそういう、まあ私の中で一応そのこうキャラクターをまあ研究させていただいている皆さんについてはある程度こうチェックはしてるというか気にはしてるんですが、まあまだこれ何週目だ、3週目ですかね、だと全然そんな、はい、このコースだと動きは起こらないよねっていうような感じでした。はい。で、あれ、いつの間にか、ドラフティングブーストを使ってエアロブーストになってましたね。はい。で、エアロブーストはこれ最後に使いたいので、まあこのタイミングでゲットして、でこれを捨ててっていうのはなかなかやりづらくなっちゃったかなというところですね。まあフェザーとかあるとありがたかったんですけど、まあそういう感じで進んでます。はい。で、どうなんですかね、これ、うん、あ、それで、その今日マシン変えたって言ってましたけど、最強く、あ、うんと印象としてはなんか上りが重いなっていう感じですかね。なんかわかんないです、体調の問題だったのか、この機材の問題だったのかはちょっと全然わかんないんですけど、なんとなく重いなっていう感じはしました。平地のスピードは全然何も感じませんでしたけど、上りはちょっと遅いかもっていう感じがして、でですね、私普段トロンバイク使ってるので、トロンバイクだとケーデンスが坂道とかで落ちてきても別にダンシング始めないんですけど、アバターがですねしないんですけど、この一般バイクだと、ケーデンスが73、坂勾配 3% とかになってくると、まあダンシングをし始まるんですよね。で、それがですね割とその私自身の心のプレッシャーになるというか、なんかそのアバターダンシング始めると、やばいケーデンスを上げなきゃいけないみたいな気持ちになってきて、でそれがそのまあ余計にこう疲れるみたいなことが実はあったりするんで、今ちゃんとダンシング入りました、入ってますね。で、こういうのがなんとなく疲れますよね。であと、この集団で、ドラフティング効いてるときは割と状態上げてて、でドラフティング効いてないとこうまあ、状態伏せる感じになりますけど、そうすると、まあ、状態伏せてるのを見ると疲れちゃうみたいな、はい、そういうのもあったりして、割とそのアバターの動きをですね気にしすぎるというか、そういう傾向があるので、はい、まあ面白いんですけど、面白かったらあとうまく使えばいろいろ有利な情報にはなると思うんですけど、まあちょっと普段使ってないので慣れてないので気づかれしちゃうところがちょっとあったかもしれません。で、まあ最終的にマドーンのフレーム使ったので、これって結局有利なのかっていうとよく分かんなくて、
ダイキャストのホイールプラスベンジーですね、 S ワークスのベンジーが最強だ、あのエアロ最強だっていうふうに言われてるので、多分このコースはそれが最強の組み合わせだと思うんですけど、そうじゃないんだったら別にトロンバイクで、全然良かったとは思うんですが、まあその辺の機材云々について、まあ微妙な部分を語れるほど、まあ強くないというか勝負できてないので、まあとりあえず好きなもの、まあ なんならまあ色が黄色ければ何でもいいみたいな感じになってますけど、まあ、そういう感じで、今日は、はい、まあ、マドーン久々に乗りましたけど、まあそうですね、悪い、あとズイフト最初期の頃はすごくいいフレームって言われてたはずです。はい、最速みたいな感じな扱いだったはずなんで、はい、悪いものではないと思うんですけど、まあ、はい、こういうのもたまにはいいかなと思います。はい、で、残り2周ですね。で、はい、終盤に向けてちょっとスピード元に戻します。でここで、このアイルランドのマッケイさんですか、まあ、なんかちらほら、アタックをかける動きが見えてて、でちょっと気にはしてました。はい、でどのぐらい速い方なのかとかちょっとよく分かってなかったんですけど、まあ、ここでアタックかけていくということは、うん、なんかある程度逃げに自信があるけど、ゴール前スプリントにはあまり持ち込みたくないっていう方の動きなのかなとか思うと、まあ、ここついていかなきゃいけなかったのかもしれないですね。で、あ、まあ私と似たような系なんでついていかなきゃいけなかったのかもしれません。ただなんか、ついていけませんでしたね。反応できませんでした。ただ、まあ、まあその後吸収確かしたはずで、はい、今日はやっぱり集団が、あの強い方多かったので集団強かったですね。で、まあ、オムさんとかも結構先行していて、なんか どういう動きするのかなと気にはしてたんですが、はい、うん、まあそんな感じで、でここの下りあたりは次の周回は、まあ、勝負どころになるんだろうなとは思いながら、今その勾配の感じを確かめながら下ってる感じですね。はい、なんでここのヘアピン曲がって次のラストの周回のここではどういうことになってんのかななんて思いながらでした。で結局エアロブーストそのままキープしたままなんとか最終周回に入れたと。でこれなんか意図せず前に出ちゃいましたけど、っていうか、あ、意図しなかったわけじゃないですかね。5倍ぐらいでとりあえず踏んでみて、まあ集団どんな感じになるかなというところを様子見てます。で私としては、あの上りに入る手前のところで、そうですね、多少集団を先行していって、まあ、上り終わったあたりで1秒でも2秒でも差をつけて、あと最後のアップダウンのところでアロブースト使ってなんとか逃げるみたいなのがざっくりした戦略だったんですけど、なのでこの辺で多少逃げなきゃいけなかったんですけど、ちょっと、はい、思惑通りにはいきませんでしたよね。これなんかちょっと先手打たれてしまって、でもう私の中ではこう前の人に追いつかなきゃいけないっていう感じになっちゃってて、でもこう周りの方を引き連れてしまったというかブリッジかけたみたくなっちゃって、でここは本当は単独で走ってる予定だったんですけども、もう集団に埋もれちゃって、でああなんかダメだっていう感じでしたね。なんか全然思惑通りいかんかったなっていう感じでした。でこっからですと、まあこれ心拍も170超えてて、私の中で170超えてるっていうのはだいぶ頑張ってる部類になるんですが、ここでちょっと難しいぞっていう感じになりましたね。はい、で、今大体5倍ぐらいですかね、で踏んでますが、でここから下りに入ります。でここ一番最初のところ、ここですね、ここがちょっときついんで、これはちょっとギアを落としてしまってますね。でここから踏んでいこうっていう感じで、でこの辺でエアロブーストを点火したいかなって思っ
たらケニさんがいきなり踏み始まって、あ、いきなりというか、まあ勝負どころですね、踏み始まって、あ、ちょっと遅れを取っちゃったなっていうところでした。はい。で、まあ一応踏んでるんですけど、まあでも5倍ぐらいですかね、踏んでるんですけど、ちょっとこれ以上は今日は無理で、はい、なんとかこのままなんとなく、はい、ホールしたという感じで、結果としては、8位ですかね。ゴールドスプリントにはこれは絡んだとは言えないと思うんですけど、まあなんとなく背中は見える状態ではゴールできましたというようなところでした。で、ただパワーっていうか数値的なところは、まあ、4.5 倍で踏み抜いたみたいですので、まあ、決して悪くはなくて、はい、まあ頑張ったけど着はいまいちでした。でラスト1周はあまり自分が思ってたような展開には持ち込めませんでしたっていうようなところでした。まあ、あの体調とかは別に調子が悪かったわけではないので、はい、まあこれが今の なんとなく私の力なのかなというような中でのレースでした。はい。なんか他の競合の皆さんは前にレースをやってその後にこれに来てたみたいなので多分お疲れだったと思うので、なんか一矢報いれればいいかなとか思ってたんですけど、全然届きませんでしたね。はい。ということで、またあの楽しいレースでした。はい。またあの皆さんよろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。